錦織り4強、準決勝は、昨年全米決勝で敗れたチリッチ。テニス、シティオープン、7日、ワシントン。男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク5位で、第2シードの錦織圭 K25、日清食品は、同、62位のサミュエル・グロート、27、オーストラリアを6の416の4で、下し、 同大会では、自身初の準決勝進出を決めた。8日、日本時間9日に行われる準決勝では、昨年の全米オープン決勝で敗れた世界ランク8位の第3シード、マリン・チリッチ26、クロアチアと対戦する。グロートは、身長193センチの長身選手。2012年に、時速263キロのサービスを記録し、 これが世界最速と認定されているビッグサーバーだ。初対決となった試合は、第1セットから強烈なサービスに苦しめられ、7本のエースを決められた。しかし、第7ゲームでブレイクチャンスをしっかりとものにしてリードを奪うと、第1セットを選手。第2セットも8本のサービスエースを決められる中、正気を逃さず第5ゲームでブレイクし、逃げ切った。 自身のサービスゲームをすべてキープする安定した試合運びを見せた西寄りは、準決勝ではチリッチと対戦する。昨年の全米オープン以来の顔合わせとなる。